Thank you.
エミさん、船が入ってきたよ。船が入ってきた？ああ。来たね、貨物船さ。ジェフ、バカにしてやがら。フランスの船でも入ってくりゃいいのに。
らの紐を解けてえか。てめえ今食らったばっかりじゃねえか。おい、情にじゃねえかよ、今時のご時世にさ。ブルジャーのマサとも歌われた男じゃねえか。ケチケチするね。Ah.
お待ちよ。お待ちよ、スチュアード。ほら、帰るよ。おもか、自己兵。ちょっと待ったよ。おい。少し考えさせてくれよ。さあ、そんな景気の悪い顔するんじゃないよ。ね、一杯飲もうよ。さあ、お飲みよ。うん。大丈夫か？おめえ、ウイスキーを買ってこい。小さいんでいいんだぞ。
い寒かねえかよ。え、バカな真似をしやがって。着物を脱いで乾かしたらいいじゃねえか。あんたかい、私をこんなとこに連れてきたな。え、そうなのかい。俺だったらどうだって言うんだよ。バカ。なんだって、おせっかいに人を助けたりするんだい。何？助けたのが気に入らねえってんのか？バカにするね。人が死にそうなってるのをおめえ、黙って見ていられるかって言うんだよ。人が死のうと生きようと、お前さんに関わり合いのないことじゃないか。知らん顔して一枚いいじゃないか。あんた、私を助けてどうするつもりなの？そんなことは俺のしたことじゃねえやな。それも旦那、なんでこんなものを。おい、おめえはよっぽどのぼせ上がってるんだな。いくらのぼせたっておめえそんなに濡れてたら体に毒じゃねえか。え、脱いで乾かしたらどうだい。何すんだ、ほっといてくれよ。おい、ほっといてくれった。何だって私に触るのさ。嫌だってば、嫌だよ。離しておくれよ。おお、危ねえ。離して。バカ、つきあがるね、本当に。勝手にしろ。私は女だよ。男の前で裸になれるかい。血の巡りの悪い男だよ、本当に。めぐりの悪い野郎だな、おめえは本当に。風邪ひきそうだ、ほら、例のところに飲みに行ってくるで。じゃあ俺は。おめえはあの女の番をしてろよ。だって言う方、それはしでや。何？俺の言うことは聞けねえのかよ。親方、俺は大事に番してるよ。もういいかい。もういいよ。
あの人はどうしたんだい？酒場行ったよ。風邪をひきそうだってね。酒場へ。一杯やりなよ、おめえも。よ。一杯飲みなよ。ほっといておくれよ。最後忘れようと忘れねえと、おめえの下口はねえよ。おい、どこ行くんだ？うちはどこなんだよ。うちなんかないよ。まあ、座んなよ。一杯飲んだらどうだよ。
になどなるやつの気が知れねえや。勝手じゃないか、ナブさん。おめえみてえな女、俺は見たことはねえや。私だって、お前さんみたいな男は見たことはないよ。寒かねえかよ。一杯飲めよ。だって構わないよ。意固地にならねえで一杯飲んだらいいじゃねえか。ほっといておくれよ。一緒に。大変な経緯じゃないか。スコップの大将。ひよひよ。だがおめえのようにはいかねえさ。冗談言うなよ。こんなのと一緒でよ。この女は広いもんだよ。白いものか掘り出し物か知らねえが、まあいいや、声かけなよな。あ、分かった、いっぱい行こう。いや、かたじけねえ。だがおいらもうそろそろ引き上げる。ああ、そう言うなよ。いっぱい行こうよ。ねえさん、一つお酌してくんないか。え、あ、お酌しておくれよ。姉さん、え、おしゃくしてくれよ。はい、おしゃくしてくれよ。はい、ねえ、はい、この女はダメなんだよ。ダメだ、おしゃくはできねえってのか。じゃあ、俺がおしゃくをしてやるから受けとけ。ねえ、はい、ねえ、はい、受けとくれよ。はい、その女はいけねえんだよ。旗から一日会えろって言えんだよ。はい、受けとくれよ。おい、姉さん、受けとくれってのさ。おい、しちゃうと。この先は俺が代わりに飲んでやるよ。俺はおめえに言ってるんじゃねえんだぞ。いいからね、おい。このスコップの大将から何を買ってもらったら。ダイヤモンド、それとも石炭くずか。何ももらえしないよ。そうか。じゃあまだ約束はできてねえんだな。
ねえみたいな変わった気に、この女横取りされて黙って仕込んでるのは俺じゃねえぞ。横取りも縦取りもあるもんか。俺はこの女拾ったんだよ。拾った女ならおめえ持ち主消したらいいじゃん。持ち主よ。持ち主？そうよ。おめえ、こいつの女なのかい？いや、違います。違います。違うんだってさ。おい、しゃれたまねするのはよせよ。この女は俺の大事な玉なんだ。てめえみたいなスコップ持ちやコロッパスに、手を触れさせるような女とは品物が違うんだい。そうだ。この女はそんな女とは品が違うんだ。せ、ケロで。おい、サーダ。なんだ。おい。ふざけたまねすな。あっ。やろ、パチンコ出しやったな。おい、女を置いていけ。でないとこいつが物を言うぜ。黙ってやつけがりやって、ちょっと何をほっけんぷらやって、やったことなかった。やるぞ、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 お前さん、いい腕前だね。まあいいよ、今晩一晩預けておこうよ。何を言ってやんで。さあ、行こうぜ。
恐ろしい手でしたよ。兄貴、大丈夫か？お前さん、このお店を一体どうしてくれるのさ。しょうがないじゃないか。やい！まだ飲みてやんじゃん。ねえ、ねえ、何書いてんの？田舎のおふくろへ手紙を書いてるんだよ。おっかさんに？うん、おふくろへな。ねえ、ねえ、なんだい？あんた、なんだって見ず知らずの私なんかかばったり世話したりするの？仕方がねえじゃねえか。雪が借りたものよ。そう、雪が借りたから。そうよ。だから人に迷惑をかけたくねえなら、あんなところで身投げなんかしねえことだ。あんた、ずいぶん迷惑だと思ってる？そりゃ迷惑よ。何にもねえよりゃな。すみません。何がよ。お迷惑かけて。バカだな。今さら謝ったって仕方がねえじゃねえか。謝るくれんなら、初めからあんなところで身投げなんかしねえことだよ。でも私、そうするより他に仕方がなかったんだもの。人間ってものは自分で死ぬ気にならなくたって、いつか死ぬに決まってるんだよ。でも私、それより他に方法がなかったの。私の体を守るために。体を守る？ええ。バカバカしい。人間自分を守るには生きて戦ってかなきゃダメなんだよ。逃げないで進んでかなきゃならねえんだ。そりゃ
そりゃあんたのような強い人の言うことよ。でなきゃあんたのような強い人を頼りにしている女の言うことなのよ。女なんてもな、いくら強い気でいたって頼る男の人がいてくれなかったらまるでダメなのよ。でもおめえ、さっきまで矢に気が強かったぜ。鼻っぱしら強かったぜ。そう、私私、あんたも私の仇だと思ったからなのよ。せっかく私がきれいに体を守り通して死のうと思ってるところをまた世の中へ引き戻して汚い世界へぶち込むんだと思ったからなのよ。私の出会ってきた男ってのはみんなそんなだったの。私だってまともに女らしく生きていけるもんなら誰が死のうなんて思うもんか。おめえはよっぽど不幸せな女なんだな。私は本当に不幸せな女だったわ。私の生まれ故郷はね、北海道なの。北のずっと端っこの網走の港なの。今頃はまだしっきりなしに吹雪がしているに違いないわ。おめえの両親は網走にいるのか。ええ、お父っつぁんはまだいるだろうと思うわ。だけどお母さんは僕の昔に死んじまったの。吹雪のひどい晩だったわ。お母さんね、赤ん坊産んだの、私の妹。それで体を悪くして死んでしまった。私それから赤ん坊の世話からうちの世話から（笑）そんなことが嫌でおめえ、うちを飛び出したのかい？いいえ、いいえ。そんな苦労なんか、なんでもなかったの。
だけど私おっ母さんの連れっ子だったの。義理のお父っつぁんだったの。それでどうしたんだ。お父っつぁん私を女郎に売ろうとしていたんだ。それでおめえ家を飛び出したんだな。そう。そして私方々を流れて歩いたわ。だけど私どこでも頼りになるような人に出会ったことはなかったの。私を食い物にしようとする奴らに追っかけられて歩いたの。そのたんびに自分がだんだんにすさんでいくのが自分の目に見えてわかる。私にはみんなのような他の女の子のような幸せな時はまるでなかった。悔しいと思う。家を飛び出してからだって親身になって世話をしてくれる人も叱ってくれる人もありゃしない。私はまるで世の中にあってもなくてもいい人間のように取り扱われてきた。もうよせ。昔のことなんか思い出したよせ。ブルジョワのマサのやつは私を上海に売ろうっての。私あいつのバーに借金をして住み込んでるもんだから、それを盾に取ってんの。もうよせ。俺はそんな話聞きたくはねえんだよ。おめえ寝た方がいいぜ。え？おめえ今夜気が立ってるんだな。え？寝た方がいいぜ。寝ろっつったら寝たらいいじゃねえか。
をぼんやり人の顔を見てるんだよ。あんたがあんまりよく眠るもんだからさ、不思議だからさ。何よ、人を眠るのに不思議は出るじゃないか。それともおめえよく眠れなかったかい。ううん、よく眠れたわ、安心して。じゃあ何も、人が眠るのに不思議はねえじゃねえか。ね、どうしてよ。私あんたみたいな人に出くわしたことはないわ。俺だっておめえみたいな女見たことはねえや。ゆうべもそう言ったわね。そうかい。に歩いたんだよ。お前さんだって私におひろこぐらいおごってくれたって悪くはないよ。何言ってやんで。あら、まあ歯磨きまで買ってきたんだね。お安くないんだね。今度プラザホテルならうちにあったんだね。ねえお前さん、今晩船が出版するのにあんまりスリープ作っちゃかわいそうだよ。何を言ってやんで。お腹空かない？おめえ、これ買ってきたのかい？50銭玉2つ持ってたから。じゃあ、もんなしになっちまったじゃねえか。いいの。驚いたやつだな。ねえ、食べない？おめえ、食わねえのか？あんたが食べてから。そんなこと言ってたら、なくなっちまうな。いいの。何でもいいの、いいのって言わねえで、食いなよ。ん？だって。あいつらがまた、仕返しに来たんじゃないかしら。下痢にしたって何ができるものか。誰だい？俺だよ、親方。なあ。
路じゃねえか。変なよ。あや。うん、恐れをたい。こいつはおいらの仲間のんだよ。何しに来やがったんだよ、おめえ。使いに来たんだよ。チーフが親方に用があるって言ってるんです。チーフのやつはどこにいるんだ？あの、倉庫裏の乗り場でさ、すぐ来てくれって。チッ、嫌な野郎だな。朝っぱらから呼び出しやがって。どうも、お楽しみのところ、すいません。あっ、くの、あっ、捨てろ。人の恋路の邪魔するやつは、今夜8時なんだが、呼び出されたんじゃ仕方がねえ。どうせおいら貨物船の船乗りだ。長くいたって今夜一晩たら売るわけにいかねえからな。あんた、8時に乗り込めばいいんだったら、用が済んだらもう一度帰ってきてね。ねえ、そうしない？晩に一緒にご飯を食べない？私、あの、自分でご飯を炊くから、ね、おかずをこしらえるから。はっきりと約束ができねえ。どうせおいら船に乗ったらいつまたここへ蹴ってこられるかわからねえからな。まあ達者で暮らしなよ。じゃこれどうするの？持っていで。私は何とかしてやっていける。私死なない。もう死にゃしない。死なないで一生懸命にやっていける決心がついたんだから、これはもっといでよ。俺らこそ船に乗りゃどうにでもなるの。おめえは一人ぼっちだ。そいつはほんのちょっぴりだが、何かの足しになるかもしれねえ。どっかに。ずらかるときに出もよ。もう取っときなよ。
それにさらね、船乗りだ。俺は船に蹴らなくちゃ暮らしができねえんだよ。親方、またかい？縁があったら、また会おうぜ。あの人はもう船帰っちゃったのかい？え？帰ったの？あら？どうしたのさあ、涙なんか溜めて。ううん、何でもないの。お前さ、あの人にすっかり惚れちゃったんだね。あら、だってあの人はこのまま船へ帰っちまうなんて脅かすんだもの。本当は帰ってくるくせに。おやおや、お安くないんだね。お前さ、あの人はあんまりいじめたって逃げられちゃったんだろ。嘘よ。だってあの人は公開で疲れているんだもの。今夜うんとごちそうをこしらえてやるつもりよ。帰ってきたらね、いきなり首ったまにかじりついてやるわ。見ていてごらんなさい。そんなの見ていられるかい。あの人ね、今度の公開が終わったらお買い上がるの。そして私と所帯を持つのよ。私とってもいいおかみさんになってやるわ。その時はね、おばさん遊びに来てもいいわよ。あの人ね、とても乱暴なこと言うのよ。そうかい？おいらおめえみてえな海女見たことがねえって。だけどね、これ本当は俺はお前が可愛いってことなのよ。いやだよ、この人は。まあおはよう。お佐藤さん、何しに来たの？用があるからさ。お前なんかに食べさせるリンゴじゃないよ。帰っておくれ。蹴らねえよ。兄貴やってくるまでは蹴れねえんだよ。
そうだ。敵に相手に頼まれて俺をおびき出しやがったんだな。親方、おいら何でもないと思って迎えに来たんだ。市長とも向こうに頼まれたんだ。親方、勘弁しておくんなさい。おいらはただ銭をつかまされたんだ。あの野郎、気をつけろ。もろく行きやがったな。おい、野郎ども、この野郎船まで運んじゃえ。あ、やった。今頃あんたのブルジョワのマサのやつにやっつけられてる頃だって抜かしてたの。いや、俺はそんなことないよ。バカ野郎、バカ野郎。やりやがってね。どうしてるか覚えてろ。プロペラの芯知らねえの。何？Ha ha ha!
あんた、あんた本当に強い人ね。ねえ、もうどこにも行かないでね。私それがはっきり分かったの。私あんたのそばを離れたらまるで弱い女になっちまうってことが。ねえ、あんた私の言うこと分かってくれる？何を言ってるんだよ。おめえはゆんべから見るてとまるで赤ん坊みたいなことを言ってるじゃねえか。え？しっかり言うい。私あんたがいてくれたら赤ん坊のように素直になれるの。だがおいら陸上がっちまったらカッパと同じでまるで能なしのデキノボになっちゃうんだよ。それでもいいわ。ねえ、二人で初めからやり直す気になってくれない？私とてもいいおかみさんになるわ。小さいうちを一軒借りて庭に草花を植えて、あんたの勤め先から帰ってきたら私あんたの首玉にかじりついてあげるわ。坂田というのはお前かね？そうです。殺人の嫌疑で抗議する。おとなしく来るがいい。殺人？嘘、もう嘘です。この人そんなことをするような人じゃありません。親方、あいつ参っちゃったんだよ。そうか。誰なの？何？ブルジョアのマサさ。え？だがあいつが参っちゃったとすりゃ俺がやったんだ。仕方がねえ、お供しましょう。いや待って待って、言っちゃいけない。この人連れて行かないでください。あいつは悪いやつなんです。あいつがこの人をおびき出したに違いないんですから。そうなんです旦那。あいつが先に親方に三発ピストル撃ちやがったんだ。この人に罪ありません。この人連れて行かないでください。だがとにかく来てもらわなくちゃいけない。じゃあ私も一緒に連れてってください。おめえなんかのしたことじゃねえんだよ。引っ込んでいなよ。いや知ってます知ってます。私も一緒に連れてってください。ドクターマイ、用があれば呼んであげる。Bye-bye.
にちょっとした後悔なんて。